たせしました。ひんやりメロンパンです。はい、ありがとうございます。冷たいメロンパンにこちらも冷え冷えのクリームチーズがたっぷり入っています。一口食べた瞬間にひんやり感が伝わってきます。この岩塩クリームチーズのしょっぱさがメロンパンの甘さを引き立てています。他にも紅芋やハイビスカスなど沖縄の素材を生かした16種類が楽しめます。とっても美味しかったです。何今日おっしゃったんですか？シーカーサーのメロンパン、やっぱり北海道で食べれないから沖縄特有のものを楽しもうと思って、はい、すごい美味しかったです。写真撮ったりとか映えるようなところも重点置いてますので、近くに来られた場合はご来店いただけるとありがたいと思います。ひんやりスイーツを食べて連日の暑さで疲れた体にエネルギー補給です。ところ変わって、暑い中朝早くから列を作っています。この先にあるものとは。北谷町のプールには真夏の暑さを楽しもうと朝から多くの家族連れが訪れました。子供がね、もうかなり暑がってるんで来ました。喜んでますね、すごい楽しかった。熱中症警戒アラートが発表され危険な暑さとなった沖縄本島地方をはじめ、今日は各地で今年一番の暑さとなり、午後4時現在南大東村で 33.4 度、那覇市では 33.3 度などと35度以上の猛暑日に迫る最高気温を記録しました。私も今から進んできます。この暑さ明日も続く見込みで、こまめな水分補給など熱中症対策を万全にしてください。さらなる涼を求めて訪れたのは金町です。ここは金鍾乳洞。長い階段を降りていくと、入り口のところとまた違うでしょ。そうですね、深さ25メートル、ずらりと並んでいるのは泡盛のボトルです。その数なんと12000本。鍾乳洞では泡盛を貯蔵し空巣作りが行われているんです。泡盛を熟成させる上でポイントとなるのが、外の暑い空気とは一転、鍾乳洞の中はひんやりしていて涼しいです。こちらの鍾乳洞は年間を平均してどれくらいの？18度です。18度、あの外がどんなに30度越しても20度から上がらないですね。太陽がカンカンしている時ですと戻りたいって言います。風通しも良い鍾乳洞、年間を通じて温度の変化がほとんどなく、この場所で最も熟成させた空巣は35年ものです。35年経ってすごいいい言葉が皆さんに言われるんですけども、 SDGs だねっていうふうに言われてですね、デコボコしてるのは環境を壊さずに35年間かけて棚を作って増やしてきた。泡盛の愛好家だけでなく、家族連れや県外、海外からも金鍾乳洞を訪れる人が絶えないそうです。この涼しさをこの暑い時に体験し、夏休みでもいらしてください。なるべくボトルをキープなさいな。ひんやり涼しい金鍾乳洞は泡盛を保管する際に見学することができます。厳しい暑さが続く沖縄、熱中症対策と合わせていろいろな涼を楽しんでみてはいかがでしょうか。いや、
本当に暑い中ですけれども、こうやって工夫して暑い夏乗り切っていきたいですね。ね、まあ、この週末も気温が上がりそうですので、まあ、どこか涼を探しにお出かけしに行ってはいかがでしょうか。